皆様、お忙しい時にお集まりいただきまして、誠にありがとうございます。本日、私は司会担当で、SOAS の日本研究センターのヘレンと申します。皆様、最後までよろしくお願いします。このビジネス、日本語賞は、1990年にイギリスの実業家で第二次世界大戦中に SOAS で日本語を学ぶことに選ばれたスーピーター・パーカーという方の提案に基づいて設立されました。今日のスーピーター・パーカー・アウォーズは第33回で Japan External Trade Organization JETRO のロンドンと SOASによって主催されています。JETRO に本当に感謝いたします。それで今日のスケジュールを紹介します。ご覧ください。じゃあスピーチは5時30分までですよね。その後ちょっとラフドローがあります。皆さんの勝つ機会がありますよね。商品がいっぱいあります。その後最後にアワードセレモニーもありますよね。勝者を発表しますので、ごゆっくり最後までお待ちください。その後、ドリンクスレセプションがあります。7時ごろから。お願いがあります。携帯電話を、を消してください。お切りくださいようにお願い申し上げます。そして皆さん多分バッジがありますよね。レッドバッジはスポンサーとサポーターなんですけど、ブルーバッジは偉いな方なんですけど、間もなく紹介いたします。グリーンバッジは、スピーチの発表する方ですよね。ヤローバッジはスタッフです。じゃあ今日のスピーカーは8人がいます。まずこの順番で発表させていただきます。その後休憩があって、あとその休憩の後また4人が発表しますので、よろしくお願いします。間もなく一人ずつ紹介しますが、お待ちくださいませ。なお審査委員会をご紹介いたします。偉いな人ですよね。大使館の岡崎様はチーフジャッジなんですけど、よろしくお願いします。それで4人のジャッジもあります。もいます。アクセスアポイントメントの内田フィンチ様、三菱エレクトリックヨーロッパのヒンクル様、JCCI の太田様、そして SOAS の鈴木先生、そしてインタロキューターもいます。お願いします。ジャパーシーズ UK のカミン様、はい、よろしくお願いします。そして共同ニュースの上田様、そしてタイムキーパーは SOAS の山口様。皆さんよろしくお願いします。大切な仕事ですよね今日は。よろしくお願いします。そして商品がいっぱいございます。ファーストプライズはこういう、後で説明しますけど、こういう素晴らしい商品があります。セカンドプライズも、サードプライズも、スペシャルプライズもお祝いします。あとで。残り のスピーカーも結構商品がもらうことができます。今日のスポンサーをご覧ください。素晴らしい商品いっぱいございますので、本当に深くに感謝いたします。ありがとうございます。最後に、アワードセレモニーのちょっと前に、ジャッジは結論するとき、ラッフルプライズがあります。みんな勝つ
できると思います。まあみんな勝つできないけど、まあ勝つチャンスはあります。じゃあよろしくお願いします。それでまあ第33回の Sir Peter Parker Speech Contest for Spoken Business Japanese を開始させたいと思っております。Our first contestant、どうぞステージに Miss Gloria Chen、Square Enix Europe の Chen さんです。The real cool Japan について発表します。よろしくお願いします。大丈夫ですか。はい、先月私はイタリアのナポリに行ってきました。ナポリはグルメの聖地、ピザの発祥地というところで知られていて、やっと本場のピザが食べられるとすごくワクワクしてたんですけど、空港から出た瞬間一番最初に見たレストランがなんと寿司鈴木でした。おいおいと思いながら、あ、これは日本の料理の浸透力だねと納得しました。寿司はたまたま海外でありえない具材を見かけたりはしますが、寿司という言葉はもうすでに世界中のどこでも使われるようになっています。その他ラーメン、餃子、最近はチキンカツまで、もともと日本料理ではない食べ物だって日本語の発音で世界中に覚えられているのが普通のようになっています。それが中国語が母国語になっている私から見ると少しだけ羨ましく思ってます。日本語や日本食、日本の文化や今や世界の文化の隅々まで浸透しています。私が通ってたカナダの大学だって毎年日本語の初心者クラスには1000人以上の申し込みがあって、ここイギリスだってソアスの先生方たちは一番肌で感じているはずですね。それは日本の流行文化が世界の若者たちにどれほど影響を与えているのかの証拠だとも言えます。私もその中の一人でした。若い時は日本語しかできてないゲームを必死にプレイしようとして、どうしても日本語を勉強したいと思い、やがて日本に行ってみたい、住んでみたいと強く思うようになりました。それで日本で働いた6年間でようやく分かったのが、流行文化から分かる日本のイメージはあまりにも浅くて表面的だったものでした。今コロナ禍が落ち着き観光業界が完全復活したとはいえ、外国人観光客は主に東京、京都、大阪、奈良などの有名な都市にしか集中していなくて、まあ現地の人々たちにも少し迷惑をかけたり、すごく混雑なところで地元の人たちにも不便を与えているのも事実なんですけど、朝の通勤ラッシュの山手線でサラリーマンたちはもう入れないでくれというふうに顔にも出ています。でも一方で東北や四国、北関東などの地方では観光客を呼び寄せることが非常に難しい状況にもあります。私が働いてた茨城県も日本人でさえ観光地として認識されていなかったところです。魅力度ランキング各都道府県というランキングがありまして、その中茨城県はなんと最下位で7年も連続でした。なんでですかって県民の同僚に何度でも聞いてみたんですけど、まあダサいからねってよく言われています。私も6年間住んだところで47都道府県の中の44まで行って回りましたけど、多くの観光客に、知られていない場所にも見て回って分かったのが、いや確かにダサいですけど、確かに渋いですが、それ以上な根本的なポイントがあるからです。日本のクールジャパン戦略はすでに観光地として定着している都市を支援していますが、その他の地域にはまだその戦略が十分に行き渡ってないのではないでしょうか。世界が共感する日本、世界が欲しがる日本というスローガンなんですけど、東京や京都しかわからない世界は日本の何を求めるでしょうか。茨城では観光推進担当の資料をたくさん翻訳したことがありまして、その中に気づいたのが、よく地元の担当者が
外国人が何を楽しい、何が面白いと思っていることをよく誤解されているそうです。一度茨城空港で配布するパンフレットを翻訳したことがあって、中にこう書いてありました。ぜひ茨城県に来てください。茨城県のネギは美味しいですよ。ネギの白い部分が長くてジューシーで美味しいです。ぜひ食べてみてください、というすごく熱気がある、でも延々と紹介されていました。いやー、これでいいのってすごく頭を抱えました。いや、もちろん美味しいんですが、わざわざ何十時間の飛行機を乗ってネギに食べ来るわけないないでしょうか。また地方のアクセスの悪さも一因です。一時的に優しい日本語という推進がありましたが、簡単な日本語ができても市町村によってチケットの買い方すら違っていた。バス、電車に乗ってたり、目的地に乗り継ぐことは難しいままです。今現地のおもてなしがどう完璧だとしても、そもそも日本の電話番号や日本のクレジットカードがなければ予約すらできない観光地にどうやって足を運んでいただければいいんですか。クールジャパン戦略は流行文化から取り残されている地方にとっては あまりにも不親切だと思いました。国レベルの戦略である以上、すでに観光地である場所からプレッシャーを外して、それ以外の日本を知ってもらう機会を作ったりする、それが最優先な課題にするべきだと思いました。日本は一生に一度行くべき場所ではなく、何度も訪れて何度も新しい発見ができる国だと宣伝してほしいです。例えばアニメやゲームの人気を借りて舞台となっている地方というところを紹介するのも一つの手段ですね。ここでユニクロでよくゲームとかアニメでコラボするんでしょ。それでアメリカとイギリスではあっという間に売れ切ります。それが世界的がもう日本のアニメとゲームで夢中になっている証拠です。ここにいる皆さんが一番分かっているはずですね。でもそれにもかかわらず、日本で一番人気の少年ジャンプという雑誌は海外で誰でも読めません。そういった大きな文化を宣伝するチャンスを見逃すのがとってももったいないと私は思いました。昨年、葬送のフリーレンというすごく大ヒットのアニメがありました。その中に登場する青いネモフィラが咲いている花畑のところがありまして、そこは茨城県の日立海浜公園という場所です。その影響で国内の観光客がたくさん増えました。また、君の名はというアニメ映画の中に出てくるすごく美しい景色も、静岡県の大室山や、長野県の諏訪湖で見ることはできますが、これらの場所に訪れるためには JR からローカル線、まだバスに乗り継ぐ必要がありまして、まだまだ外国人観光客としてはハードルが高いです。また数年前に開園していた愛知県のジブリパークがありまして、それのチケットもローソンでしか買えないんです。このような宣伝のチャンスを逃すのもすごくもったいないのもう一つの点だと思いました。自分は日本語を学べたことをすごく幸運だと思っております。先生たちが、同僚の方から言語だけじゃなくて日本の文化や社会についてもたくさん学べることができましたが、私の日本語が話せない友人に、いや、鬼滅の刃の聖地である足利フラワーパーク、福島の大川荘、まだミュージカル刀剣乱舞と人気のなった日本刀が展示されている瀬戸内、千と千尋の神隠しがモデルになっていた群馬の島温泉、名探偵コーナンで有名になって寝台列車で行くべき鳥取県など、こんなにも素晴らしい場所がたくさんあるのにおすすめできないのがすごく残念だと私は毎回思ってしまいます。クールジャパンはもうクールだと思われている場所だけに力を入れるわけじゃなく、各観光地から得た経験を生かして世界がまだ知られていない日本のクールをどう発信していくべきか、それを探すのが第一の過程だと思います。今は世界中の人々に生活の中に深く根付いている日本の流行文化の影響力を生かして、地元の人々に負担をかからないように、観光地の多様化を進めるべきです。アニメやゲームと連携を取って
観光地以外の地方を舞台として作り上げ、観光客に行く理由を作り出して、あらゆるアトラクションを海外でも予約できるようにアクセスを改善していくか解決方法の一つだと思いました。アニメやゲーム、ドラマや映画は単なるエンターテインメントだけじゃなくて、文化や歴史、あるいは日本の魅力に触れ合うきっかけを作るということになっている今、日本の地方にもその力を分けてほしいです。おもてなし完璧だけではなく、おもてなし不器用だけど人間性のあふれたネギの白い部分がジューシーで美味しい、そんなリアルのクールジャパンも世界中の皆さんに知ってもらいたいです。ありがとうございました。じゃあインタラクターの質問をお願いします。まだまだです。はい、すいません。グロリアさん、お疲れ様でした。ありがとうございます。今終わりましたが、はい、今の気持ちを日本語で言うとしたら、一言でどんな日本語が浮かんできますか？お、今はちょっとゾワゾワです。はい、ありがとうございます。茨城県は今でもグロリアさんにとっては素晴らしい県ですか、それともやっぱりダサい県だと思ってますか？茨城というところを選んだわけではないので、最初にその場所を知ってからどこって思ってたんですけど、 Google したら、いや、魅力度最下位ですって、なんとっていう、もうそれが出ていて、まあ、今でもすごく日本の故郷というふうに思っていて、うん、東京の悪口ではないんですけど、茨城がすごく人間性が多くて、人の気持ちを表すのもすごい上手な人々がたくさんいますので、東京はもうちょっとビジネス系なところなんですけど、茨城は本当に、いや、ここなら家を作れるようなというふうに思ってます。じゃあ今度日本に行く機会があって家を建てるとしたら、やっぱりどこですか？ああ、筑波がいいですね、茨城の。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。グロリアさん、ありがとうございました。私も地方出身なんで、三重県なんですけれども、やっぱりちょっと地方を日本はこう元気にしていかない、いかないといけないなっていうのはすごく感じてるんですが、まず提案してくださったことは本当その通りだなと思って聞いたんですが、まず何が動かなきゃいけないと思いますか？政府、自治体、どういうところがまず動き始めなきゃいけないっていうふうに考えられますか？私が思ったのが、やっぱり地方で働いたことがあって、よくこうサインを翻訳してください、ここのアナウンスを通訳してくださいという依頼が来てるんですけど、そもそも外国人が来てたりもしてないのに、英語にしても意味がないんじゃないですかというふうにはずっと思ってたんですけど、やっぱりきっかけを作るという、まあ、地方と国レベルの政府が手を取って、例えば今皆さんインスタグラムとか見ると、日本旅行行きましょうというようなリールがたくさんありますけど、まあ、京都とか奈良とかに集中していて、それをちょっと外してたり、今まで紹介されていないところを、まあ、皆さんが知っている鬼滅の刃に出会ってみますよというふうに、こう紹介していただければ、すごく今の若者たちにも触れ合えるんじゃないですかとは思いました。最近グロリアさんもおっしゃったように、 SNS から素人が発信しているこう情報を見て、うん、一躍なんか有名になってしまった地方の観光地とかっていうのも結構あると思うんですけれども、そういった素人の方というか民間の方が使ってる SNS に地方自治体とか政府が鈍感だなって感じることってありますか？ありますね。やっぱりなんていうかな、働いて分かったのが、地方の方たちが誇りを持ってる地方の観光地は、外国人から目線をすれば、あ、これは何の意味ですか、何のためですかとか、たまたま分かれ、こういう交流がちょっと固まったりとかするところもありまして、やっぱりこう、例えば地方の観光局がインフルエンサーさんとか連携を取って、 YouTuber さんとか連携を取って、まだ、まあ、すでに海外では定着性の高いポピュラーの漫画とかアニメと取り組んで、
まあ、ここにはそういう展示会がありますよ。東京から一本のバスで行けますよ。もしくはあのオンラインでチケットも予約できますから。あとはあのローカルの英語がなければあの今みんな Google 翻訳で写真をカシャッと撮ったらもう自動翻訳されているので、サイネージよりどうやってそこをたどり着くまでの、説明をどこで発信したら何の言語で発信してたらあの一番効率が高いのか、そこを探るべきかなと思いまして。またあの外国人が主に心配しているのがやっぱり交通事故。それってあの日本でドライブするのがそんなに自信がない方が多くて、なのであのクレジットカードを使えないとか、まあ、タクシーとかも今はちょっと地方のタクシーは使えない状況もありまして、またその先ほどあの私が言ったようにバスとかチケットの取り方、まあ、スイカは東京内では使えますけど、東京から出た瞬間もうパスモとかスイカとかも使えなくなりますので、そこを全国統一化してたりするのも一つの手段かなと思います。うん、ありがとうございます。ぜひ日本政府にお勤めしていただきたいなと。あのぜひあの本当よろしくお願いします。私も結構なんか日本盛り上げたいって考えてるんで、あのまたいろいろとお話聞かせてください。ありがとうございました。ありがとうございます。フロリアさん、お疲れ様です。スポンサーに感謝いたします。あの、まあ、セカンドスピーカーは PWC UK の高田ルビーズ様です。よろしくお願いします。あ、Attracting and Retaining Japanese Speaking Foreign Talent in Japan というスピーチなんですけど、はい、皆様こんにちは。このような貴重な機会をいただき誠にありがとうございます。本日は日本の将来にとって非常に重要なテーマについてお話ししたいと思います。それは日本語を話す、日本の文化を理解する外国人の人材を日本に呼び込み、日本に定着するようにすることです。ご存知の方も多いかと思いますが、日本は深刻な人口問題に直面しています。少子高齢化が進む中、2050年までには日本の人口の約3分の1が65歳以上になると予測されています。この人口変動は日本の経済的安定に対する重大な問題点をもたらします。この問題に対処するために日本は国境を越えて海外からの人材を呼び込むことを考える必要があります。このアプローチを支持する人々は、多様性が日本のすでに豊かな、文化をさらに豊かにすると主張しています。しかし、反対する人々は、外国人の受け入れが日本の独自性を薄める可能性があるという懸念があります。そこで、私は中間的な立場を提案します。それは日本語を話し、日本文化を理解する外国人に焦点を当てた誘致を行うことです。しかし、この実現についていくつかの障壁があります。今日はその点と解決法についてお話しいたします。私が初めて日本に来たとき、最初は1年間だけ滞在するつもりでした。私の日本でのキャリアはジェットプログラムの外国語指導助手として始まりました。幸運なことに国際交流員に転身し、その後神戸市の広報専門官としての職を得ることができました。私は日本に結局7年間滞在することになりました。私のキャリアパスは計画されたものではなく、ただ目の前に現れた機会をつかんだだけでした。仕事を変えたいと思った日本滞在7年目の時、新たな機会が現れなかったため、子どもの頃から夢だったケンブリッジ大学に入学し、日本学の修士号を取得しました。日本で外国人が、たとえ日本語を話す人でも、キャリアの変更を求める際に自国に戻ることが日本に残るよりも簡単だと感じる人は少なくはありません。日本の人口減少を外国人の人材で補うためには、
キャリア情報が外国人にとってアクセスしやすくなり、就職の障壁を減らす必要があります。ジェットプログラムはキャリア情報を広めるための最適なプラットフォームです。ジェットプログラムが主催するキャリアフェアは素晴らしいものですが、定着率を大幅に向上させるには、キャリアフェアの終了後にオンラインでコンテンツを提供したり、専任のアドバイザーを配置して、ジェット参加者がプログラム終了後にキャリアを見つけるのを支援すれば、より効果的ではないかと思っております。現在、私は日本を離れて6年になりますが、時折英国の生活に不満を感じることもあります。例えば電車がキャンセルされたり、配達員が大切な荷物を雨の中に放置した時など、電車が時間通りに運行され、荷物が丁寧に預かれる日本に戻りたいなと思うこともあります。しかし、一つ心配なのは、もし私が日本に戻った場合、ここイギリスで初めて金融業界のキャリアを引き続き築くことができるかどうかということです。日本の企業で責任のある立場についている外国人が少なく、さらに女性や母親となるとさらに少ない印象があります。日本でキャリアを発展させるのは難しいでしょうか。その懸念のある人に向けた、キャリアの初期段階と後期段階にある外国人をつなぐオンラインメンタリングシステムがあれば、視認性を向上させ、日本で外国人として成功するキャリアを築くことが可能であることを表すでしょう。これにより、私のようにキャリアの将来に不安を抱える人々が日本に戻ることを奨励させるかもしれません。されるかもしれません。このスピーチの準備をする中で、外国人が日本で就職活動をする際にはどういった問題があるかを知るために、東京在住のキャリアコンサルタントに相談いたしました。彼女は IT 関連の役職に外国人を配置することを専門としています。当たり前かもしれませんが、彼女との会話で特に大事だと思ったのは、外国人が仕事を得るために政府や企業の支援を受けるだけではなく、彼ら自身も日本人以上に努力する必要があるということです。そのキャリアコンサルタントは、外国人が自分の雇用可能性を過大評価することがあり、企業がなぜ日本人ではなく外国人を雇うべきかを正当化するのが難しいことを指摘しました。外国人は特に IT のような需要の高い分野での日本語以外のスキルを高めるためのコースを受けて、スキルアップが不可欠です。さらに、ネットワーキングは日本でも海外でも仕事を見つけるために非常に重要です。外国人は通常のサークルを超えて人と出会い、将来のキャリアを進展させるための支援を受ける努力をするべきだと思っております。LinkedInの利用は日本ではあんまり普及していませんが、外国人はリクルーターやキャリアコンサルタントにアドバイスを求めるべきです。これは私がキャリアチェンジを考えた時にやっておけばよかったと思っております。最後になりますが、さまざまな外国人を誘致したり、日本に残っていただくための対策を紹介いたしましたが、一番大切なのはやはり人と人とのつながりです。このスピーチの準備を通じて、多くの情報源がや日本と英国との間のに橋を架ける多くの機関があることに気づきました。日本政府や企業が外国人とのつながりを持ち、外国人自身も企業やビジネスパーソンとのつながりを作れば、外国人が少子高齢化の対策だけではなく、日本に貢献し、自国との架け橋としてさらに活躍できるのではないでしょうか。私も6年間日本との関係が薄くなってしまいましたが、このスピーチコンテストを機に、これからまた日本とのつながりを強めていきたいなと思っております。ご清聴ありがとうございました。
ルイーズさん、ありがとうございました。ありがとうございました。2050年に人口の3分の1が65歳以上になる日本、すいません私もその中の一人になってしまうんですけども本当に今日本の問題点をここまで言ってくださったことにとても感謝とあります。ぜひルイージさんが戻っていただきたい、そのために、ね、何かしていただけると嬉しいなと思っておりますが、まずそもそも今日ここに来てこれを発表しようと思ったには訓練もあったし、何度もねやめようかなって思われたこともあるのかなと思うんですけども、このモチベーションは何だったんですか？そうですね、実は、私会計の仕事をさせていただいているんですが、2年前に会計士の資格を取って、次のキャリアはどうしようかなと思った時に、今は日本、今の仕事は日本と全く関係がなくて、そもそももっとこう日本とのつながりを作りたいなと思って、いろいろこうジャパンソサエティですとか、いろんなジェットの卒業生のアソシエーションですとか、いろいろ調べたところ、こういうアワードがあって、ここでもうスピーチをできればもう日本人との出会いもできて、これからキャリアにつなげたらいいなと思いながら、ただ単に、ネットワーキングができたらいいなというふうに思って、参加させていただいています。ルイジさん その日本に対する熱い思い認めました、そこで質問です、今度生まれ変わったら日本人になりたいですか？なりたいです、実は私のお母さんは多分前の人生で日本人だったかなというふうに思っているんですが、もう彼女はもう日本の庭園が大好きで、もう本当にもう人に対する配慮がもう日本人以上こう日本人っぽいですから、もう本当絶対前世には私のお母さんは日本人だったなと思っています。ありがとうございます、この質問をこれまで何度か質問してるんですけど、初めてです、ルイーズさんだけです。今までイエスと言った方は誰もいませんでした。ありがとうございます。本当ですか？ありがとうございました。ルイーズさん自身ももう前世日本人だったんじゃないかなと思うとても振る舞いとか仕草も日本人らしいなと思って拝見しておりました。で今は会計のお仕事をなさってるってことなんですが、日本にもし戻れるならやっぱり会計の仕事をしたいというふうに思われてるんでしょうか？でどういう、もしこの差し支えない範囲でどういうキャリアプランを描いてらっしゃいますか？そうですね、今は迷っている最中ですが、やっぱり会計のスキルも身についたし、日本語も喋れるので、その2つのスキルをこう組み合わせて、何かの、キャリアができたらいいなと思っているんですが、その会計のキャリアの魅力的なポイントとしては、1つの分野に絞った仕事だけではなくて、もちろん会計にはなるんですが、例えばもうスクエアエニックスでの会計ですとか、もうコナミのコナミの会計ですとか、いろんなこう分野でのこう仕事ができるので、今そうですね、迷っているところでございます。日本にこう外国人を定着させる方法をもう少し日本が考えた方がいいというふうに提案もいくつかしてもらったんですけど、最近こう外国人の方もオンラインで仕事ができてしまう、特にフィナンシャルな部分とかでもオンラインで実際やってらっしゃる方がいると思うんですが、そういったところはどういうふうにお考えですか？そうですね、やはり私は、オンライン、PWC の今の会社も、半分オンラインで半分実際にこう事務所に行って仕事をすることになるんですが、やっぱり人と人とのつながりが一番大事なので、実際にこう事務所に行ってこうその自分の同僚と
同じ場にいて交流した方が一番いいのかなと思いますので、まあ、やっぱり日本の企業で働いてたとしてもやっぱり日本でオンラインっていうよりも、まあ、日本の文化を触れ合いながら、まあ、日本にいた方が一番いいのかなというふうに思います。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあルイさんお疲れ様です。もう一度スポンサーに感謝いたします。third speaker はフリーランス・トランスレーター・ラングジ・ティーチャーのスピタレ・ヴァレンティーナ様。タイトルは Embracing the Power of Japanese Media and Popular Culture A Door to Cultural Discovery and Opportunities。 よろしくお願いします。皆さんよろしくお願いします。バレンティーナと申します。日本は私にとって、心のふるさとです。よくある話だと思いますが、日本に、興味を持ったきっかけは、子供の頃夢中になって見てたアニメです。私の生まれ故郷であるイタリアでは、70年代の終わりからアニメが流行り始め、90年代から、漫画も普及し、今では、どちらも絶大な人気を誇っています。アニメや漫画のおかげで、日本の文化に触れ、日本語の美しさに魅了された私は、日本語ができるようになりたいと思うようになりました。そして、日本のことを知れば知るほど、知りたくなりました。つまり、いわゆるポップカルチャーは日本、文化への扉になれると、思います。私はどんどん日本語に、あまりハマり、昔から好きな漫画やゲームの、翻訳をさせていただけるように、なりました。ポップカルチャーは大衆向けの文化ということで、ポップカルチャー的なコンテンツの翻訳者仲間の中には少し、コンプレックス的なものを抱いている人も、いますが、私はこの仕事を誇りに、思っています。それは、ポップカルチャーに重要な意義があるかと思って、あると思っているからです。エンターテイメントとしてはもちろん、文化的価値も大きいと考えます。皆さんもきっと、ポップカルチャー作品に癒してもらった経験がおありでしょう。また、映画やテレビ番組を見て新しい発見や学びもあったのではないでしょうか。さまざまなポップカルチャーのおかげで、好奇心が、刺激され、まあ、知的交流だけではなく、多くのビジネスチャンスも生まれることが、期待、できます。近年エンタメのグローバル化が進んだことによって、さまざまな国や地域の、ポップカルチャーに触れる機会が、増えました。動画配信サービスのラインナップを見てみると、日本語コンテンツが数多く提供、されています。日本を舞台とした海外作品も見られ、話題を、呼んでいます。今年ドラマシリーズ将軍がエミー賞で作品賞を獲得した初の非英語作品となったのはまだ記憶に新しいですね。ただやはり映像作品の中にはアニメが圧倒的な人気を誇り、イギリスでもアニメの人気が上昇してきています。2023年に公開された宮崎駿監督の君たちはどう生きるかは、公衆
500万ポンドに達成し、2003年に公開された千と千尋の神隠しの、110万ポンドの記録を大きく、超えました。また、最近 BBC が、ワンピースの、英語吹き替え版1000話分の放送権を獲得し iPlayer で、視聴できるようになりました。アニメの視聴者層が、広がっているのは明らかです。日本ではアニメやゲーム作品のコラボカフェがよく展開されていますが、こちらのロンドンでも最近、日本食のレストランで、人気アニメとのコラボ企画が見られるようになりました。そして千と千尋の神隠しといえば、隣のトトロに続き、ロンドンで、舞台化されましたが皆さんご存知でしょうか。日本語で、上演されたにもかかわらず、大ヒットとなりました。もう一つ最近の成功の例を挙げると、大英博物館で開催されたザ・シティ・エキシビション漫画がありますね。この漫画展は日本国外で開かれる漫画の展覧会としては史上最大規模のものとなり大成功を収めました。このように、アニメや漫画の芸術的価値が認められるようになったと実感できます。先ほど、イタリアの状況少し触れましたが、状況に少し触れましたが、数年前まではイタリアでオタク向けや、性的暴力描写が多いといった少しマイナスなイメージがあった日本の漫画は、現在では主流のジャンルとなっており、その市場はフランスの次にヨーロッパ最大となるまで成長しました。一般の商店が漫画であふれており、イタリア出版社協会によると、漫画の売り上げは2019年から2023年までの期間で、1520万ユーロから5800万ユーロへ増加しています。イタリアのトスカーナ州で、毎年ルッカコミックス&ゲームズというイベントが、開催、されますが、ヨーロッパ最大、の、漫画の展覧会と、言われていますと言われています。去年の来場者数は5日間で、30万人以上、に上りました。30年前の初開催時の、10倍以上、に当たります。また、漫画大国でもあるフランスで開かれる、日本文化の総合博覧会ジャパンエキシポは有名ですが、1999年の初開催時の3年200人に対して、去年は4日間で25万人以上を記録しています。一方、イギリスはどうでしょうか。イギリス最大の、日本文化の総合博覧会は、ロンドンで開催されるハイパージャパン、です。この、イベントは2010年から、日本食を中心に、多様な面から日本の文化を紹介してますが、当時の1万3000人、に対して8万人以上の来場者数を記録するまで成長を遂げましたし、ポップカルチャー関係の出展も増えてきているようです。イギリスの漫画市場はイタリア、フランスに比べるとまだ小さいのですが、ニールセンブックスキャンによると売り上げは2019年から2022年の期間で90万ポンドから2600
880万ポンドへ3倍に増え、特に若い読者層が増加を示しています。人気アニメやキャラクターのコラボ商品がコラボ商品を企画したりするなど、これからもビジネスチャンスが広がっていくと思われますが、最近最新のトレンドを読み解くことが大事です。メディアのインターネットが進んだ今日、ファンはよくコンテンツクリエイターでもあり、単純なコンテンツ商品を超え、新しいコンテンツやトレンドを生み出しています。例を挙げると、いわゆるアニメフードが思い浮かびます。アニメフードにおける SNS の、人気が思い浮かびます。アニメに登場する美味しそうな料理を再現するレシピ本が出版されるほどですね。ところで意外なところからも、ビジネスチャンスが生まれることもあります。2023年に、日本ドイツ合作で、制作されたパーフェクトデイズという映画が話題を呼びました。国際的に高い評価を受けたこの作品は、渋谷区の公衆トイレの清掃員の日常生活を描いています。日本人の仕事に対する姿勢や日本独特な、美術、美意識、を素晴らしく、表現してますし、映画の舞台となった、個性豊かな公共トイレが、注目を浴びるきっかけともなりました。著名なクリエイターによってデザインされたこの17箇所の、トイレ、は、映画のおかげで、新たな観光資源、となり、渋谷区内の、公衆トイレをめぐるシャトルツアーまで、開始され、世界中の観光客の人気を集めているそうです。このように、大衆文化をビジネスにつなげる方法がたくさんありますが、皆さんの発想を広げるのに少しはお役に立てましたでしょうか。私は文化の力は偉大だと信じてます。ポップカルチャーは貴重な資源になれるのですが、企業による積極的な姿勢が欠かせないと思います。文化の力を生かし、日本が、世界中のたくさんの人の心のふるさとになっていただければ、そんな嬉しいことはないと思います。以上です。ご清聴ありがとうございました。バレンティーナさん、ありがとうございました。はい、どうも。日本は心のふるさととおっしゃってたので、はいはい、夢も日本語で見ますか。最近、準備スピーチを準備したら、やっぱり時々、あ、日本語で夢見てるんだなと思いました。はい、ポップカルチャーがお好きだと思うんですが、はい、一番好きなものを教えていただけますか。ジャンルですか。私漫画が大好きです。はい、漫画の中だったら何が一番皆さんに読んでもらいたい。いや、いっぱいありすぎて、本当に私古い漫画がちょっと好きな方だと思いますが、ベルサイユのバラとか、そういったちょっと昔の作品が大好きで、でも先の作品も少しは読んでます。はい、ありがとうございます。今日のこの、スピーチの大会に目指してここに来るために、一番何を注意して臨もうかなって思いましたか。伝えたいことをちゃんと伝えようと、そういう
つもりで、挑んで、きましたが、どうなったかよくわかりません。まあ、好きな内容について、話させて、もらったので、まあ、少しは、伝わったんでしょうと、思います。 ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あ、バレンティーナさん、ありがとうございました。そのトイレシャトルツアーは知らなかったです。そうなんです。私も知らない、ね、はい、日本のことを教えていただいてありがとうございます。よかったです。はい、で、やっぱりどういう形で日本の文化っていうのがこうヒットするかとか、本当よくわからないタイミングでよくわからないことが多分ヒットしてくるものなんだなと思うんですけれども、うん、はい、こうビジネスチャンスにつなげるっていうふうに、うん、ご提案いただいたんですが、今何が一番狙い目ですか。今一番バレンティーナさんがこれはビジネスに行けるなと思うような、なんか話ってありますか。誰かもしかしたらそのアイデア採用する方がいるかもしれないですけど。いや、私そういうなんか専門じゃないんだけど、やっぱりいっぱいあると思いますよ。意識の問題だと思いますね。やっぱりそういう TikTok とか、ソーシャルメディアを、ちゃんと理解して、その新しいトレンド、まあ何でもいいですが、コラボとか、キャラクターとか、いっぱい、ありますので、ちょっとね、そういう努力をすれば、実が、実るんじゃないかと思います。日本の、ね、先ほどもおっしゃってたようにアニメに出てくる食べ物とか、はい、すごい人気ですよね、やっぱり外国人、美味しそうですね。おにぎり食べたい、ジブリ作品の中でいっぱい美味しそうな料理が、そうですよね、ドラえもんの、ね、どら焼きとか、イタリア人の方、山ほどありますね、はい、よくご存知ですよね。で、まあ、食べ物もね、やっぱり大きなコンテンツの一つになるかと思うんですけど、はい、日本の食べ物とか、まあ、日本のものと例えば韓国とか中国とかとの違いって、うん、ヨーロッパの方には十分伝わってると思いますか。うん、私は伝わってると思います。まあ、私イタリア人の立場として、話しさせていただいてるんですが、まあ、共通点もありますし、あと、まあ、特徴がすごく強いんで、日本食も、和食とか、そうだから、まあ、正確に伝わってるかどうか別として、そういう文化もあるんだな、そういう食文化もあるんだな、もちろんある程度好みに、合わせる必要があると思いますし、まあ、自然に、そんな風になってしまう、と思いますが、まあ、純粋な、日本食じゃなくても、そういう文化も知ってもらうことが、素晴らしいことだなと思います。日本とその、要するに他のアジアの国と、特に東アジア、うん、韓国とか中国とかの違いをヨーロッパの人、イギリスの人は、私はもう、まあ、10年前だったらどうかなと、答えたかもしれませんが、今では、まあ、イギリスでも割と知られるようになってるのではないでしょうか。やっぱり韓国料理や中国料理、日本料理、かなり違いますので、まあ、アジアとしてくくってしまう人もいるかもしれませんが、もう少しね、知っていただければ、ちゃんと理解してくれると思いますので、はい、わかりました、ありがとうございます、はい、すいません。じゃあバレンティーナさん、お疲れ様です。ご覧のスポンサーの提供で素晴らしい商品がありますので、後で楽しみにしています。フォースピーカーインテグレオンインクのチュン・ルイス・カチさんなんですけど、Exploring the cultural differences in doing business between Japan and English-speaking countries
from the perspective of contract drafting and negotiations. よろしくお願いします。じゃあ、皆さん、今日はちょっと真面目なテーマを話したいと思いますが、あんまり堅苦しらないようにしたいです。テーマは日本と英語圏のビジネス文化の違い、特に契約書の作り方や交渉の進め方についてざっくばらに見ていきたいと思います。でも契約書の話、なんか退屈そうと思う方もいるかもしれませんね。そう感じた方はちょっと待ってください、ちょっと待ってくださいね。契約って単純に紙にサインして、サインして終わりじゃなくて、国によってその契約の考え方に結構違うんです。英語圏では契約書はすごく細かくリスクを下げるために、書かれることが多い。それに対して日本の場合は信頼関係、お互いの尊重を中止されることも多いんですよね。僕の仕事や体験談の交えながら、こうした文化の違いがビジネスの現場どう影響するのか、リスク管理と信頼関係のバランスをどう取るかについてざっくばらにお話しできればと思います。正直実務を通じて文化って本当に大事だなと感じたことが多かったんです。今日はそんな違いを気づきながら、どうやってリスク管理と信頼を両立できるか一緒に考えいけたらになって思っています。実はこのテーマ、意外とどうやって信頼関係を築くかっていう話もあるんです。まずはね、最近改めて契約書について考える機会があります。私自身外資系企業と日系企業で契約書の作成に関わったことがあるんですが、考え方は全然違いますよね。外資系の会社は将来のリスクを徹底的に考え抜いてすごくこの契約条項を細かく作ることも多いんです。例えばロンドンの法律事務所の弁護士さんは将来はこんなトラブルがあるかもとあらゆる可能性を考えて契約書は細かいリスク管理の状況をたくさん山ほど盛り込むんです。ですね、何か問題が起こった時はほらここに書いてあるでしょとすぐに言えるようにするためです。でも日本の法務部と日本の弁護士さんは少し近づいてあまりガチガチにしません。契約書ももちろん大事ですが、もう少し信頼が全体にある 気がするですよね。こっちも信用してるからそんなに細かいところを書かなくても大丈夫という感じます。むしろ細かく書きすぎるとそんな疑ってるのと相手に思われることもあります。さてここで日本と英語圏の信頼ベースのリスク管理重視の違いについて少し掘り下げみたいんです。性善説に基づく東洋型の契約、まだ制圧説に基づく西洋型の契約という違いがここに現れているんですね。日本の契約書はやはり信頼って基盤があることが多いです。お互い信じ合っていきましょうみたいな感覚ですね。一方で英語圏ではできる限り細かく契約書を作成してリスクをしっかり管理するのは一般的です。もちろん日本の企業も問題が起こったことがあるし、その場合契約書をしっかり書き込むで再発防止しようとすることもあります。実は僕は高校の先生から日本の商人と契約を結ぶとき
時に細かい契約条項を求めると、それだけで信頼していないのかなって思われることがある、こういうことを感じました。僕は当時なるほど、そういう感覚なんだなと思いました。そして東京でイベントプロデューサーをしている親友に似たようなこともいいことがありました。あんまり細かすぎる契約を求められると、その仕事自体断られることもあると、確かに細かすぎる契約書は現場の人たちにとって負担に感じることもありますよね。そのため日本の契約書はイギリスのものと比べるとあんまり細かいところまで規定されていな、されてなく、形式的な表が強いようです。やっぱり書類を固めるより、まずは人間関係や対峙にしようってこういう文化があるんですよね。では今ちょっと少し詳しく説明したい、いきたいと思います。ただじゃあイギリスとアメリカの企業は信頼を大事にしないのと思うかもしれませんが、そんなことはありません。イギリスでも人間関係は大事です。ロンドンの弁護士さんもクライアントと取引先との信頼を築くことをすごく意識しています。協調的に動くものの、最終的には万が一の時契約書はどう書かれているのか判断基準になるんです。だからこそ契約書はあらゆる可能性を含めておくのは一般的なんですね。一方日本では信頼とお互いの理解はメインの手段で、契約書はそれを補助するものをしている、こういうことを見られることが多いです。日本では契約書は厳密なリスク分担を目的とした文書と、というより信頼関係をもとに協力していくためにガイドラインとして見られていることが多いです。これは強い信頼関係があれば法的措置に発展するような問題を未然に防ぐことができるという考え方背景にあるのではないかと考えます。問題が起きたら話し合えばいいんじゃんっていう考えがあるんです。だから契約書ももちろん必要ですが、あくまで補助的な 役割という感じですね。なんかこうお互い助け合いましょうというイメージが含まれている気がします。日本の交渉者はトラブルが発生しても対話や理解でなんとかなるという気持ちが持っていることが多いです。最後の最後は結論として、今日は契約書の話していると見えるかもしれませんが、実はいかにして相手に信頼してもらうかというテーマが大事なんだと思います。日本でビジネスをする上で契約書でリスク管理しつつも相手への気遣いや信頼関係どう作るか、相手に堅苦しい印象を与えないようなちょうどいい距離感を見つけるのが大事です。日本企業と長くいい関係を築くには、契約書だけではなく信頼やコミュニケーションが一番大事です。リスク管理を忘れずに相手のことをちゃんと考えて信頼を育てることが本当の成功のつながるじゃないかと思います。はい、以上です。ルイスさん、ありがとうございました。はい、このスピーチコンテストに応募したけれども、はい、今日来る前に電車乗るのやめようかなとか、途中でやっぱりやめたいなって思ったことが何度ありますか？本当は4番目、はい、ごめんなさい、すいません、今度はスピーチコンテストを
この今回は4番目と思います。これで、でもその前の質問はちょっと繰り返しても大丈夫ですか？はい、はい、スピーチコンテストに応募したけれども、はい、例えば、はい、今日電車に乗るのやめようかなとか、途中でやっぱりやめようと思ったことが何度ありますか？途中でやめよう、まあ実はね、前回のおよそ2年前にあの時は再びの挑戦したい、ずっと再び挑戦したいと思います。はい、今回は前回よりより詳しく準備したくて、そのままで新しいテーマも皆にシェアしたいです。はい、ですからやめようという考えもあるが、まあおよそ2週前、まあ、あの時は僕は本当に仕事がいっぱいあって、まあ、でも最後までこういうテーマ、まだこのスピーチをもうすでに準備しましたから、やはりシェアしなければちょっともったいになると思います、はいはい、やめようと思ったことは一度もないってことですね。そう、これが興味深い質問です、はい、ありがとうございます。あと最後に契約書という言葉以外で、はい、日本語で好きな言葉を教えてください。契約書以外で日本語の好きな言葉、やはり契約書の言葉、契約書で使う表現は全ては片付けると思います。一般的には僕はやはりポップカルチャーの先の方が話したこと、僕は本当に日本のポップカルチャーが好きで、本当に好きな言葉は普通、適当、はい、普通、また適当、この2つの言葉、まあ、中高でも普通、また適当、この2つの言葉がありますが、本当に日本語の普通、また適当 のニュアンス、また微妙な区別がありますね。ありがとうございます。中国語で何て言うんですか？中国では中国では普通は一般的な意味ですが、日本語ではこの普通に単純普通にブラブラブラというこういう話は本当にこういう使い方が中国語ではにはありません。はい、はい、ありがとうございました。ビスさん、ありがとうございます。私もメディアの仕事をしているのであんまり適当ではいけないんですけど適当っていう言葉大好きですね契約書をテーマに選んだ理由っていうのは何なんですか？まあ、まずはおよそ1年前僕がデータサイエンスの仕事から学ぶたびに法律の仕事に戻ってて、これからあるきっかけからまあ、今の仕事は日本人弁護士と一緒にあるロンドンの仕事で今実際の仕事はあるアメリカ系のテック企業の社内法務部門の東京オフィスの社内法務部門に支援して、それからまあ本当に東京の外資系企業と東京の日系企業とのこの契約書のテンプレートが本当に大きな違いが発現しました。それにより、まあ、もしかしてむしろこのコンテストに再び進められればこれがいいテーマと思いますか？まあ、こういうきっかけから、はい、このテーマを選びました。なるほど。その日本の場合ね、契約書というのがこう法的手段になる前にこう信頼を築いていく、はい、そのガイドラインのようなものなんだっていうのはなるほどな、そういうことだなっていうのはすごく私も納得したんですが、個人的にはルイスさんはその日本式なやり方とその外資系的なやり方、もうガチガチにもう法的な何があっても大丈夫っていうようにリスク管理をするっていう、どちらが好きですか？まあ、どうしたらいいより、本当に大切なポイントは本当に
あの愛でどうやって愛で愛でにあの受けられているこの契約書、あくまでもあの僕がどんな契約書を提案してもあのビジネス取引先の先方まだ相手にあの受けられませんならあの僕あの弁護士の立場からあの何もできません。ですからあの伝統的な日系企業もあの合理的な理由があればあの説得できます。これが本当に一番大事なポイントです。また単純に私一人の意見ですが、もしかしてこれは2つ の, あの日系企業の間にあのシンプルな契約書もあのビジネス の, のパーパス、また目的があの達成すればあのシンプルな契約書をそのままでもいいですよね。はい、わかりました。ありがとうございました。リベスさんお疲れ様です。 Our fifth speaker Narayanasamy Veda さん、 Bloomberg の方ですけど、 Bridging the gap in business Exploring Western low context Versus Japanese high context cultures。 お願いします。皆さんこんにちは。本日は英国での日本語話者の方々にお会いできる貴重な機会をいただき大変嬉しく思っております。私は欧米人でも日本人でもないので、客観的に第三者の立場で日英関係についていろいろ調べて考えてみました。英国の会社が日本とビジネスをしたい場合どのようにすればいいのかについてお話ししたいと思います。欧米と日本の根本的な違い、それは文化と言えるでしょう。欧米の文化をローコンテキスト文化と言い、日本などアジアのほとんどの文化をハイコンテキスト文化と呼ばれています。その中でも日本は世界一のハイコンテキスト文化だとされております。そもそもハイコンテキストとは何でしょうか。文化の共有性が高く、言葉以外の表現に頼るコミュニケーションスタイルです。価値観、文脈、背景に大きく依存する文化です。一方で欧米はローコンテキスト文化です。伝えたい内容のすべてを明確に言語化することを前提にしているコミュニケーションスタイルです。では、なぜ日本はこのようなハイコンテキスト文化を発展させたのでしょうか。日本がハイコンテキスト文化になった大きな理由は島国であり、文化、人種的な多様性が少ない中で文化が発達してきたことに関係します。また、定住型の稲作社会では、一つのコミュニティに長期間属することで自然と前提条件が共有され、文脈に依存したコミュニケーションが発達しました。この文化の影響はビジネスの場でも顕著に現れます。まず、暗黙知と形式知という概念に触れてみたいと思います。日本では、以心伝心、1を聞いて10を知るなどを大事にしています。暗黙知というのが、経験に基づくノウハウ、仕事を重ねる中で身につけたスキルといった言語化されてない主観的スキルのことです。日本の社会でも優秀な社員のコツを他の社員が知らなかったり共有できてないことはよくあります。しかし同じ職場で長年一緒に働いたこと、つまり終身雇用により暗黙知の知識が共有されることも多いです。日本は暗黙の了解が根強い文化です。しかし日本人の同僚の間では当たり前のことが外国人の同僚にとって当たり前ではないかもしれません。したがって海外のビジネスパートナーとのやり取りではこの共通認識が通用せず意思疎通が難しくなることがあります。逆に英国の暗黙知が日本人にとって理解しにくいところもあるでしょう。ではこのような
理解の違いの壁をどのように克服すればよいのでしょうか。この壁を乗り越えるためには、英国の企業も日本の企業もお互い期待されること、目標などを明確にし、背景を十分に説明した上で業務に取り込むと良いでしょう。つまり、暗黙知を形式知に転換することが求められます。これは単なるマニュアルだけではなく、打ち合わせ、目標設定、契約といった様々な場面で自国の常識を相手に伝えた上で意思決定を行う必要があります。次に、個人主義と集団主義について考えてみましょう。英国のビジネスにおいて特徴なのは、役割の範囲が明確で自分の役割外の仕事はしない点です。お客様に対して自分の担当外のことはアドバイスもしなければ推測の話もしません。これは日本人から見ると責任感が薄いと捉えられがちです。しかし自分の役割内の仕事に関しては個々人が自らの判断で進めることができ上司への確認を必要としないため意思決定が早いというメリットがあります。またイギリスではチャンスがあれば転職が一般的なため組織が一枚岩ではなくむしろ個人の集合体としての企業という言い方がしっくりくるでしょう。個人主義の社会です。対照的に日本は集団主義の社会です。集団主義社会ではチーム全体でのパフォーマンスが重視されます。各個人の役割も重要ですがそれ以上に重要なことは個々人が助け合い力を合わせ合うことや各個人がチーム全体にとってどのように貢献しているかという視点です。日本の企業の文化として全員の意見を尊重し全体にとっての最適解を求める傾向があります。だからこそ意思決定が遅いわけです。日本の会社とビジネスをする際には意思決定に時間がかかり自分の文化と比較してより多くの質問や詳細な情報提供を求められることが多いということを念頭に置いておくことが大切です。また関係者との信頼関係を築くことも重要です。このような点を踏まえて柔軟かつ忍耐強く取り組むと良いでしょう。さて私自身の経験も少しお話しさせてください。私は日本に住んだことがありません。10日間の旅に一度行っただけです。その際に80歳代のおじいさんおばあさんのご自宅に一泊だけ入院ホームステイさせていただきました。その時に言われたのが英語はできないよという言葉でした。自分の日本語に全く自信がなかったので最初は恥ずかしくて黙ってましたがせっかくの機会でしたしみんなと喋りたいという意欲の方が強かったので片言の日本語でも頑張ろうと思い、日本語で話して楽しい思い出をたくさん作りました。その日からもう10年以上経ってます。しかしその日が私に教えてくれたことは今でも忘れません。言語は心の扉を開ける鍵です。同じ言語でコミュニケーションを取ることにより相手の言うことだけではなく意識、信念、希望、いろいろなことが分かってきます。これは生活だけではなくビジネスにも役立ちます。日本とビジネスをしたいならまず日本語を勉強してみてください。知らず知らずのうちに言語を勉強する中でどうして日本人はそのような考え方を持っているのかどうしてこのような行動を取るのかといったことがどんどん分かってきます。長年東京に住んでたとしてもさっぱり日本語が分かりませんという方がいます。 Oh, Japanese is so difficult と言われますね。英語が母語の方はフランス語、ドイツ語といった、ヨーロッパの言語は割と簡単に身につけることができると思います。それと比較して日本語の勉強は大変だっていうことはもちろんわかります。一方で日本人が英語を勉強するのがものすごく難しいのも一緒です。日本人は日本にいる間は英語ができなくても生活に不備は何もありません。日本人のプロフェッショナルが世界とビジネスをしたいため英語を頑張っているわけです。
英国の会社が日本とビジネスをしたい場合、日本のハイコンテキスト文化、そしてその背景を知り、日本語、日本の文化に興味を持ってくれることが成功への第一歩となるでしょう。文化の違いを理解し、互いに学び合うことで、より良い関係を築いていけると信じております。ご清聴いただきありがとうございます。ヘイダさん、ありがとうございました。私も英国に長くいるんですが、はい、英国人の言葉通り取っちゃいけないなっていうことがあり、日本人のそのまま取ってしまう。でもそうじゃないっていう読みをしなきゃいけないというのは難しいなって思います。日本にはね、10日間しか行ったことがないと思うんですが、おっしゃってましたけども、日本語とても上手なんですが、どこで何年間習ったんですか？私は以前広告会社で働いていましたが、ストレスも高くて、残業も多かったので、気分転換で何か外国語を学ぼうと思って日本語の勉強を始めました。週末に、日曜日に3時間ごとに4年間日本語学校に通いました。その後日系企業でも勤めておりましたので、はい、あの気分転換にっていうことなんですがあの日本語じゃなくてもよかったはずなのに、なぜ日本語を選んだか教えてください。気分転換に外国語を学ぼうと思って、まあ、偉そうな考え方なんですけれども、英語ができるので、まあ、ヨーロッパの言語は、まあ、大丈夫かなと思って、まあ、若いうちに何か難しい言語にチャレンジしてみましょうっていうことと、折り紙が好きと、日系企業が、私が、まあ、インドチェンナイの出身ですけれども、そこで日系企業の進出が多かったので、日本語が人気でしたっていう理由で日本語にしました。はい、じゃあ最後に日本の好きなところと苦手なところを教えてください。あ、日本語ですか？それとも日本、ごめんなさい、日本の好きなところと苦手なところ。好きなところは、人思いっていうところです。同じことが苦手なんです説明します。他人に対する思いやりと、その気遣いがよくありますが、家族に対してもこの気遣いがありますね。私は以前、インドで日本人駐在向けの医療通訳、医療サポートをしておりましたが、もし重症な病気でなっても家族に心配をかけたくない、迷惑をかけたくないという理由で、家族にも病気のことを共有しなかったり、あと妊婦さんが一人で病院に来られるんですね。インドではありえないことです。で、なぜ人なので、インド人としては、なんで一人で来られてるんですかっていうと、旦那さんの仕事の邪魔にの邪魔をしたくないからと言いますので、ここまで気を使わなくてもいいんじゃないかと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ベーダさんがこう日本で生活したことがないというのはちょっと驚きました。それも気分転換で日本語を勉強されてここまで習得されてるというのも非常に驚きました。私もちょっと気分転換になんかやってみようかなと思います。で、ですね、日本の企業にもお仕事されたことないってことなんですが、日本の企業には勤めておりました。日本で、あ、日本で、はい、ごめんなさい、日本で企業に勤めたことがないということだったんですが、先ほどおっしゃってたその集団文化、個人文化のこの違いっていうのは、やはり日系企業にいた時に感じたことですか？はい、私が、一つの日系企業に勤めたというよりも、日本人駐在の医療サポートでしたので、私の出身地のチェンナイでいろいろ日系企業の駐在員の方々と日常的に接する機会がありました。で、病院で待ち時間が長いですので、その方々といろいろな雑談とかもする機会がありましたので、その時に私がインド人だったし、日本語も喋れたので、自分の会社での、インド人に対する文句をよく言ってくれたり、その文化の違いの説明を私に求めたりすることがありましたので、それでいろいろな、日本人の考え方も、分かるようになりました。
で、ここに、まあ、イギリスに来てもう半年も経ってないですが、でも、まあ、インドの文化、日本の文化、イギリスの文化って少しずつ違うなっていうことはまで感じております。今はブルームバーグでお勤めしてらっしゃる、はい、具体的にはどういったことをやってるんですか？あのカスタマーサポートです。英語と日本語で電話を受けたり、お客様にこちらから電話をしたり、カスタマーサポートをしております。そうすると主に日本人の方と接する機会も少なくなってきましたので残念です。それはやっぱり日本人の人がブルームバーグをあの契約しないということですか？あ、そうではなく、私が、まあ、入ってくるのが朝8時か朝7時頃ですので、日本はまあすでに2時3時ですし、東京にも事務所がありますので、東京に、日本語スピーカーがかなりいて、その日本語の電話は、主にそちらに行ってしまうっていうことがあります。ですので残業している日本人しか私にかかってこないのでそうすると割とティピカルなその日本人の方と触れ合う機会が多いってことですね。はい、まあ、そのような機会はありますが、まあ、前の仕事では、まあ、日本人の奥さんたち子どもたちの病院の、アテンドもしておりましたの で待ち時間に話し合ったりとか、まあ、いろいろな機会はありましたが、そういう機会が減りましたのでここに来ました、今日みんなに会いたいなと思って。ごめんなさい、時間が結構押してしまってあれなんですけど、一点だけ、日本の企業で働きたい、日本でっていうお希望はありますか、この先？いや、産業はしてほしくないのでここからがいいですわかりました、ありがとうございます。ありがとうございました。レイラさん、お疲れ様です。あ、前の方にどうぞお座りください。素敵な商品がたくさんありますよね。きれいに並んでいます。ご覧のスポンサーのおかげさまでありがとうございました。じゃあ、our sixth speaker today,G3 のChaudhary Krishna さんで、Foreign Workers and the Future of the Workforce, Exploring the Business Need for Foreign Labor in Japan and the UK. よろしくお願いします。皆様こんにちは。先ほどご紹介に預かりましたチャウジュリー・クリシナと申します。本日は日本とイギリスにおける外国人労働者の現況を紹介し、その上でビジネス上のニーズを分析いたします。どうぞよろしくお願いいたします。日本やイギリスを含む多くの経済先進国で少子高齢化が進み、労働力人口不足の問題が深刻化しています。これは人口構造の変化のほか、スキル不足や経済活動に参加しない人の人口増加も要因です。このような問題は業種にかかわらず経済全体に大きな影響を与えます。日本の労働力人口は2023年で7300万人となり、前年と比べて 0.5% 減少しました。1997年の過去最多労働人口の8600万人から徐々に減少してきました。また労働力人口の総人口割合はわずかに増加傾向にあるにもかかわらず、労働力不足の問題が深刻化しています。労働需要に対する人手不足の問題は640万にも予測されています。一方でイギリスは人口構造に伴い労働人口も増加傾向にあるものの、経済的活動への参加率は低迷しているほか、スキル不足が深刻であるという特徴が挙げられます。このため企業が適切な人材の確保や育成を苦労していることが分かります。英国商工会議所の調査によりますと、英国の 66% の企業が欠員補充に苦労を抱えているとされています。この問題は幅広い産業に影響を及ぼしていますが、
製造業における問題は特に深刻です。これは英国政府が製造業を優先せず金融や IT を中心とするサービス産業を重視した政策を進めたほか、安価に国外で製造ができるからだと考えられます。国を問わずこの生産年齢人口の減少により業務負担の増加や生産性の低下が発生し、ひいては競争力の低下から事業規模の縮小といった負のスパイラルに陥る可能性があります。労働力人口不足の解決の一つの鍵としては外国人を雇用することが挙げられます。人手不足を解消するだけでなく、多様なバックグラウンドに基づいた新たなアイデアを企業にもたらすなど、外国人労働者によるメリットが多くあります。海外事業を行っている企業にとってのメリットは大きいでしょう。もし進出を予定している国に詳しい外国人材が社内にいれば、海外進出の大きな助けになるかもしれません。ですが、海外進出を考えていない企業にとっても大きなメリットがあります。異文化交流を通して、さまざまな文化背景を持つ人と意見交換の場が生まれることで、ビジネスにおける活躍の場も広がります。それまでになかった斬新なアイデアが生まれる可能性も高いです。私は前職で調査員として日本とイギリスのビジネス関係強化に向け、日系企業に対し海外ビジネスの状況を情報発信に携わりました。私自身この経験を通じて日本人の従業員の方々と交流したことで、世界を新たな視点から見ることができ、視野を広げることができました。さて、日本はどのように外国人労働者に向き合ってますでしょうか。日本はすでに外国人労働者のニーズを認めており、昨年外国人が初めて200万人を超え、全労働人口の 2% となりました。この背景にはデジタルノマドビザの導入やビザ発給数の増加があります。また、日本政府が昨年まとめた共生社会の実現に向けたロードマップでは、語学の教育や相談体制の強化を推進していく考えも示しました。さらに外国人を誘致するためには、日本はアニメや観光を通じて自国文化を推進し、外国人に興味を持ってもらうようにするべきだと思います。加えて、言語も大きな壁です。世界中において英語話者は総人口の 15% を占めており、これはイギリスの外国人材確保につながっていますでしょう。一方で、日本語を第二言語として話す外国人はただ30万人で、他国と比べて圧倒的に低いレベルです。日本と同様な大きさのドイツと比べて、ドイツ語は1億人も第二言語話者がいます。イギリスは長年にわたり外国人労働者を活用しています。2022年で外国人の純流入数が61万人となり、記録的に高い水準となりました。コロナ禍以前の2011年から2019年までの間、年平均の22万人を大きく上回りました。外国人労働者は現在、イギリスの全労働人口の 20% を占めています。近年のビザ発給数を業種別で見ると、上から順にケアワーカー、ナース、園芸取引、シニアケアワーカーとなっています。これで少子高齢化が進む中、外国人労働者のニーズが明らかでしょうか。外国人労働者のニーズは、政府によりますと、2017年から2022年までは50万人以上まで倍増し、求人の 36% を占めています。移民労働者に過度に依存したことで、本来のイギリス人の雇用機会が減少したとも言われています。その結果、国民の不満も高まっています。過去10年間、雇用主に対するによる訓練に対する投資が減少し、検証費用は2011年の記録が始まって以来、現在最も低水準にあると指摘されています。
そのため、純移民数の削減に向け、移民流入の抑制を図る政策も実施しています。具体的に、新たな政策により、英国のビザ所得条件を厳格化していました。移民医療費を倍にしたほか、技能労働者ビザと英国人や英国永久者の最低年間所得をそれぞれ1万2000ポンドと2万ポンドほど引き上げました。これは、いわゆる外国人労働者の侵入によるものだと考えられます。人手不足に直面している日本やイギリスのビジネスにとっては、外国人の受け入れがとても良い解決策だと結論付けます。ビジネスを支援するために国際協力が最も必要であり、適切の外国人材の活用を推進しなければなりません。ご清聴ありがとうございました。チャウジュリーさん、ありがとうございました。はい。ビジネスの世界にいらっしゃったってことなので、ちょっと質問したいんですが、あ、お願いします。数ヶ月前に日本の総理大臣が変わられたんですが、お名前知ってますか？実は私その時にロンドンにもいらっしゃったと思うんですけど、ちょうどその時に通勤でハイドパークを通じて代理総理人様の車をちょっと拝見いたしました。はい、すいません。名前は知ってますか？あ、現在ですか？はい、石破総理大臣ですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、あと日本語を学んで日本を理解できたと思いますか？日本の理解ですか？日本語を学んで日本をより理解できたと思いますか？そうですね、やはり日本はイギリスととても違い、結構独特な文化だと思いますので、それに入るのは言語が鍵だと思いますので、で今日本語を勉強し始めて5年目となりますが、その間やはり以前と比べて日本のことを理解少しできるようになったかと思いたいです。どんなふうに、言語が違うことで何がイギリスと違うと思われますか？興味深いご質問ありがとうございます。ですね、まずはそのイギリス人として触れることができる日本のメディアというのもありますし、以前の意見だと多分アニメから来るイメージが多いと思います。今になって日本語で本を読んだり新聞記事などを読めるようになりましたので、やはりその良い面だけでなく実際現実が見れることがあると思います。言語を通してよりディープに分かるようになったことが、違いが分かったということですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、チャオジュリーさん、ありがとうございました。外国人受け入れ、日本国内でもすごく議論されている非常に重要なテーマだと思います。で、外国人が入ってくることによって、多様性が、より拡大して、で、メリットも大きいという点はすごいあると思うんですけど、やはり日本の独自性が奪われるとかっていうふうに反対する人はいると思うんですね。で、チャウジュリーさん自身は日本はもっと外国人を入れるべきだと考えてますか？そうですね、国際化というよりは、まず外国人の受け入れによるいわゆる国際化が当然伴うことはないと私自身思っております。なぜなら私を含め本日いらっしゃるいろいろ国々の方々もいらっしゃると思うんですけれども、我々も日本の滞在に向けて日本語を勉強したわけ人もいらっしゃると思うんですけれども、そうでもない人もいらっしゃいます。ですが日本滞在の多くの外国人は日本語も勉強したり日本語ができるようになってから行くと思いますので、ある意味では国際化というよりは、日本人化をされている方々も多くいらっしゃると思います。なので例えば私の文化を持ち込み日本に行って強制的に従ってもらおうというよりは、お互いのことを知って、これからもお互いが生活しやすいような環境が生まれると思います。今おっしゃったように
その外国人の方が日本に自国の文化を持ち込み、そこをやっぱり自分たちの国の文化を日本でもやはり尊重してほしいというふうな主張も結構聞かれると思うんですけど、はい、そういったことに関しては長寿里さんはどう思いますか？そうですね、やはりイギリス人としての恥ですね。やっぱりイギリスの観光客とも駐在員の方々もその対象国の言語を勉強せず行くことが多いと思います。でその中当然英語の普及化にもつながると思いますが、これはやはり日本の場合は日本語もとてもきれいな言語だと思いますので、それが失われる可能性に陥っているというのがとても残念だと思います。まあもちろん良いもの、日本もイギリスもそうですけれども、移民から勉強できるもの、まあこれを進出できたらいいなというものも持ち込んでいただきたいんですけれども、まあ、その国を尊重し、まあ、郷に入れば郷に従うという感じだと思います。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。クリシナさん、お疲れ様です。スポンサーの会社なんですけど、担当者がいますか？手を挙げてください。この会社の担当者。本当にありがとうございました。後で来ると思いますけど。続きまして、our seventh speaker、毎日新聞のロバートソン・ハナという方です。The News Business, Values and Contractions in the Japanese and British media industries. よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。ハナ・ロバートソンと申します。5年間以上、イギリスで日本の新聞業界に働いた経験があって、現在は毎日新聞のロンドン支局で勤めています。今回はイギリスと日本のメディア業界について話したいと思いましたが、正直少し悩みました。なぜなら新聞の取材は営業から遠く感じる時がよくあります。イギリスのことを日本の方々に真剣に伝えようとすることは義務の方みたいなものに感じました。しかしもう少しよく考えてみたら、新聞業界もさすがに立派な商売だと改めて気づきました。私たちもお客さん、株主、広告主などの要求に応ずる必要があります。日本から来た特派員は、イギリスの経済や政治を詳しく分析する記事を書きたくても、多くの読者の本当に読みたい記事の方は、もっと軽いイギリスの生活の話です。例えば、今イギリスで何の和食が流行っているとか、ネッシーという怪物は本当に存在化するかどうか、そして特にイギリスの王族の話です。チャールズ3世の戴冠式の日に朝早くバッキンハム宮殿の前に並んだ理由はそれこそ営業のためでした。だからこそ本日はイギリスと日本のメディア業界、そしてその営業と報道の自由の対立についての話をさせていただきます。さて、イギリスと日本の違いは何でしょうか？まずは、近年では少々変化していますが、日本ではまだ紙の新聞が一番読まれています。イギリスの方では、紙の新聞の発行部数が激変して、今はほとんどの人はネットの方でニュースを読みます。そしてもう一つの違いは、日本人の記者はだいたい一生同じテレビ局か新聞社に働いて、会社への忠誠心が強いだと思います。イギリス人の記者の方は数年ごとに転職して、会社より自分の記者としての評価の方を重視しています。しかし、何が一番大きい違いというと、やっぱり日本の記者クラブの存在だと思います。記者クラブは国家、各政党、
業界や経済の団体の施設に置かれている任意組織の名前で、現在は日本で約100局ぐらいの記者クラブが存在します。このクラブで記者は公表担当から直接情報をもらったり、記者会見に参加することができます。とても便利な仕組みに聞こえますが、実は大手新聞社やテレビ局の記者だけが入会できて、海外のメディアや雑誌の記者は参加できません。この制度の閉鎖性がよく批判されています。そして会員でもクラブから排除される恐れなどの理由のせいで、記事の内容が似ているようなものになってしまって、取材している組織に対するあまり批判的な記事を書かない傾向もあります。イギリスの方ではロビーと呼ばれている英国議会に置かれている記者クラブみたいな組織がありますが、このクラブに外国のメディアや雑誌の記者の一部の記者も参加できて、日本より公平だと思います。そして会員は政治家を厳しく批判する記者も多いです。記事を書くときに自分の会社とその取材されている相手の関係を考えるのは、ビジネスの観点から見るととても賢い選択肢かもしれませんが、ほどの自由の観点から見ると違和感を感じませんか？そして本当に私たちのお客さんのためになるでしょうか？私はこう考えてます。お客さんは何か知りたいから新聞を買います。常に公平に真実を伝えないと消費の価値が下がります。実はイギリスも決して完璧ではありません。イギリスの新聞業界は非常に匿名の情報数字に頼っています。情報を得るために記者はパブで相手に酒をおごって深夜まで一緒に飲むのが定番です。ああ、確かにイギリス人らしいやり方ですね。しかしこのやり方は家族を持つ女性に対して大変厳しくて、特に政治のジャーナリズムの世界では女性の昇進は難しいです。そしてイギリス人としてちょっとがっかりしたのは、一部のイギリスの社会の外国のメディアへの無礼な態度でした。特に政治家は有権者が読まない新聞、有権者が読まない外国の新聞は価値がないと思って無視しようとすることがよくあります。例えば外国の記者からもらった取材依頼だけを断って、または党会議に不平等な入場料を払わせようとすることが多いです。この国もメディアの多様性の重要さを十分に理解していないと実感してしまいました。一方、日本から来た特派員は常に、私と一緒に働いた人は常に正確な情報にこだわり、できる限り匿名の情報数字を使えないのにします。私はこの責任感が強いやり方を尊敬します。イギリスと日本のやり方とビジネスとメディアの複雑な関係の例が最近話題となりました。2023年に英国放送協会 BBC が日本の芸能事務所ジャニーズ事務所の創設者ジャニー・キッド側による性的虐待問題についての番組を放送しました。この問題は数十年前から噂にされましたが、大人気なジャニーズ事務所所属タレントの取材ができなくなる恐れのせいで、日本の大手メディアが無視しました。この BBC 番組は世界の注目を集めて、結果としてジャニーズ事務所は社名を変えて会社の小僧まで大規模に変更されました。日本の記者の取材は、イギリスの記者の取材は日本の会社を変える力を持っています。これは自由なメディアの役割を軽視してはいけないという証拠だと思います。実は私は去年 BBC の番組の担当記者モービン・アーザーさんにインタビューすることができました。言われた言葉が
印象に残ります。視聴率が数字が一番大事な世の中で批判的な記事を書くことに抵抗を感じるかもしれませんが、それぞれの記者は何が本当に正しいのかについて考えて、今誰も聞いていない声の方を拡大すべきだとアーザさんが言いました。まさに記者としてそれが一番大事だと感じました。メディア業界は営業で、続けるために新聞などの商品を売ることが必要なのは変わらない事実ですけれども、これから AI や SNS は私たちの客さんのニュースを読む選択肢を大きく変わるでしょう。日本とイギリスのメディア業界は改善しないとこれから取り残される可能性があると思います。そして両方の国は外国から来た記者の役割をちゃんと認めた方がいいと思います。なぜならイギリスと日本はお互いのことを見ています。社長や政治家は新聞を見て、新聞を読んでニュースを見て、それを貿易協定や海外展開などの判断に参考をします。報道の自由の理想のためだけではなくて、将来の経済や国際協力のためにも、自由で活発なメディア業界は必要不可欠だと思います。ご清聴ありがとうございます。花さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。私が、英国の、メディアに期待するのはネッシーではないんですが、はい、以前日本の首相の名前を間違えて堂々と出されてたので、そういうのは必ずチェックしてほしいなっていう思いがあります。分かりました。それと一方、東北の震災があった時には日本語を使って第一面に頑張れ日本っていう風に応援したことくれたことは素晴らしいなって思ってます。嬉しいです。花さんはどこで日本語を学ばれたんですか？私はエジンバラ大学でまず日本語を勉強して、でその後ジェットプログラムに参加して5年間宮崎県に住みました。日本語は難しいですか？はい、日本語はとても難しいと思います。特に漢字を全部覚えるのはかなり苦労しました。今でも全部覚えているわけじゃないんですけど大丈夫です、私も覚えてませんから日本語を学ぶコツは何ですか？私は教科書を見るだけではなくて、実際に人と会話するのが一番のコツだと思います。私は日本に行く前に、文法とか理論的にいろんなことを理解しましたが、実際に日本語を使うことに緊張感を感じました。だけど東京で留学した時にいろんな人と会話ができて、自然のようにあの単語を覚えたとか、あの文法をなんかどこかに聞いたことあるでつながることもできたので、それが一番重要だと思います。最後に日本の好きなところと苦手なところを教えてください。それは場所的にか日本のやり方とか何でもいいです。じゃあ私は一番好きなのは古い伝統とちょっと新しいものを両立することができるのはちょっとすごく尊敬します。苦手な部分は、私はベジタリアンなので、そのいろんな食文化とか食文化に対するの選択肢とかあんまり理解されていないことはちょっと残念と思います。私も日本食が美味しいと思いますが、魚と肉は食べたくないので、もっと幅広い食生活が日本でもあったらいいと思います。ありがとうございました。この後には日本のメディアというかジャーナリストとして働いている方にバトンタッチしますので、はい、バトンしてください緊張します。いや、花さんどうもありがとうございました。ちょっと同業者ので働いている方への質問で、テーマもメディアを今回取り上げられたということなんで、なかなかちょっと私も深く突っ込みたいところもたくさんあるんですけど、はい、そこはなかなか
後ほどじゃあ後で懇談会の時にいろいろと突っ込まさせてください。で、本当耳の、ね、痛い点とかいろいろと指摘をいただいたこともあると思うんですけど、私の個人的な考えとしてはイギリスメディアも日本メディアも向かってる、方向性はやっぱりちょっと同じなのかなと思っていて、抱えてる問題はやっぱり同じなのかなと、はい、でそれはそのさっきも言ったように、花さんもおっしゃってたようにやっぱり紙の新聞がなくなってきている。でこれまでの大手の既存のメディアっていうものがこう変わっていかなきゃいけないという環境にあると思うんですね。で一方でやっぱり発信している私が常に感じているのが、その今までこう受け取ってくれていた方がやっぱりなんていうのかな、受け手のこうニーズが変わってきてるというか、もっと軽いものとかもっとなんかこう硬いものじゃなくてさっと読めるものとか、なんかそういうものが求められてるような気もするんですけど、イギリス日本両方におけるこのメディアのこう今後どういう方向に向かっていくっていうふうに考えますか？はい、おっしゃった通りに日本とイギリスは似ているような問題を抱えていますが、じゃあこのままだとイギリスもあんまり質が低いニュースのを優先する可能性が高いと思います。まあちょっと芸能人のなんかちょっとおかしなニュースとか、政治家が流した変な噂とか、いろんそういうものの方が最近よ一番よく書かれているので、それを改善するために一番必要なのは多分面白いこととか注目を引くことと、その真面目なテーマを両立することが重要だと思います。例えば面白いな出だしとかで注目を引いて、でも中にはちゃんとちゃんとの分析とかちゃんと確認した事実とかが書いてあることは大事だと思います。今後そのようにいたします。ありがとうございます。お疲れ様です。花さん、I'll say it in English this time. Thank you so much to all of our wonderful sponsors for the generosity, because without them we wouldn't be able to have this speech contest today.じゃあ最後に our eighth speaker、Japan Foundation London のスターリング・ミリアムさんで Cats, Coffee and Comics What the Popularity of Japanese Literature in Translation Means for UK-Japanese Cultural Exchange。 よろしくお願いします。皆様、これから一緒にタイムスリップをしてみていただけませんか？時は2005年、日本の文化に興味を持つイギリス人の本の虫がいます。この本の虫はもちろん日本の小説を読んでみたいと思っているでしょう。近所の本屋さんに行って店員さんに日本の小説の棚の案内をお願いします。運が良ければ5つぐらいの小説が並んでいます。4冊は村上春樹、5冊目は三島由紀夫。少ないなと思いながらも英語訳しか読めないので仕方なく村上の小説を買うことにします。時を超えて現在の2024年に行ってみてください。同じ本屋に着いたらウィンドウディスプレイに日本人作家の小説が3つ並んでいます。店に入ったら日本の漫画の専用の棚も見られます。店員さんに前回と同じ質問を聞いてみて、同じ日本の小説の棚に導かれます。そこには数えきれないほどの日本の小説の表紙が目に入ります。ここ数年イギリスでは日本の小説の人気が爆発的に高まっています。
ニルソンブックデータの研究によると、イギリスで翻訳されたフィクションの中、日本作品は一番人気で、2022年に翻訳フィクションのベストセラー30位までの約半分は日本の作品が占めたそうです。英語圏の日本の小説のファンにとって黄金時代に入りました。ちょっと告白です。私の名前はミリアム・スターリングです。日本の小説と漫画依存症です。日本に住んでいた時の時間つぶしは本屋をブラブラしたり、能力試験の N1 の勉強をする代わりに、漫画シリーズを1巻から27巻まで読んだりしました。ちなみに合格しましたので、勉強のやり方として進めさせていただきます。今は日本にはもう住んでいませんが、日本の小説を読み続けています。今は日本語で読んでいますが、興味深く日本のフィクションブームを今見ています。なぜかというと、さっき一緒に想像していただいた本の虫は、高校生の私だったからです。出版業界に勤めているわけではないので、本の虫の立場からしか発表できないので、大変申し訳ございませんが、今日は日本の、イギリスでの日本のフィクションの今の様子と、将来について少し発表させていただきたいと思います。時間が限られていて、今日の最後の発表者として、皆様は宴会を待っている、宴会を待っている皆様をこれ以上待たせたくないので、私のタイトルに関わらず、漫画をちょっと欲において小説だけについて発表いたします。日本の小説の人気の高まりを実感したきっかけは、全く日本文化と日本文学に興味のない姉に、ねえミリー、バッターという日本の小説知ってる?と聞かれた時でした。プシキンプレス出版社の社長によると、2018年の村田沙耶香のコンビニ人間の翻訳出版がイギリスにおける日本の小説の人気に火をつけたそうです。村田流の影響と SNS や口コミのおかげで、他の現代日本文化、日本の小説が多くのイギリス人に読まれるようになってきました。これは日本関連する組織の今日、ここに集まっている皆様に素晴らしいことでしょう。日本の小説を読んで、日本についての興味が増して、我々の開催するイベントやプロジェクトの参加率が増えるでしょう。私が所属する国際交流基金もこの波に乗って、ここ数年人気な日本人作家ツアーも開催しています。来年も進めてさせていただきますので、ぜひご参加お願いいたします。しかし、残念ながら意義があります。英訳される日本の小説は増えているのですが、モチーフやジャンルが非常に限られています。平均的なイギリス人に日本のイメージを聞けば、イギリスと非常に違う文化や、ちょっとエキセントリックじゃないかっていうような答えを出す人は少なくはないでしょうね。皆様がご存知の通り、明治維新まで日本は鎖国していて、外国人が入国できるようになったからも、不思議で隠れている国と文化の印象がまだ強く残っていました。その上に、イギリス人から見ると少し変わっている、なんかクリスマスに KFC やカプセルホテルみたいのような、日本の現代文化、日本の現代発明、現代日本の発明と習慣がよく英語圏のニュースで報告されていて、ストレンジジャパンというジャンルが流行っています。
空心手帳や紫スカートの女のような小説がこのストレンジジャパンというジャンルにぴったり合います。なのでイギリスの出版社が英訳する日本の小説を選ぶとき、イギリス人が持っているエキセントリックな日本のイメージに基づいて選んでいる傾向があるではないかといつも思っています。例えば猫についてよく書いているイギリス人に知られている村上春樹や、日本人好きな猫カフェのおかげで日本人は猫とコーヒーが好きというステレオタイプが出てきました。もちろん可愛い猫と美味しいコーヒー、日本でもどこでも人気があります。しかし現場検証として私の職場の近くの本屋さんに行ってみました。猫に関する日本の小説を数えてみました。世界から猫が消えたなら猫を処方いたします。猫旅レポート、猫、あ、ダメ、今続いたらこのスピーチは永遠に続いてしまいますね。あ、タイトルに猫が書かなくても、ベストセラーコーヒーが冷めないうちにの表紙に猫のイラストがあります。あら、コーヒーという言葉もタイトルに出るので日本パワー 100% の小説だと言えるかもしれないと思います。でも実はイギリス文学のように日本の小説の中にいろいろなテーマやジャンルが含まれています。その上に日本人もエキセントリックの日本の小説ばっかり読んでいるわけではありません。2020年に非常に真面目なテーマのあるエリートソビエト衝撃集についての愛坂東馬の同志少女よ敵を撃ってが本屋大賞を取りました。舞台は日本ではなく、テーマはもちろんコーヒーと猫と非常に違うんでしょう。でも素晴らしい小説です。イギリス人も読んでほしいです。上橋直子のエピックファンタジーや角田光代の泣かせる社会問題の小説などのような日本の本屋をブラブラしていた頃に見た日本の小説の多様性がイギリスの本屋の棚に見られないことは非常に残念なことだと信じています。なぜかというと非常に感傷的なセリフであることが分かりながら、小説を通じて国の心が見られるからです。小説を読んだら人々の考え方、習慣、毎日の生活やるが分かるようになります。もちろん日本文学に共通するテーマがあります。でも英訳される小説のテーマが通っていたら、イギリス人の読者には日本の心をぼんやりとしか見えないと信じています。例えば2020年の直木賞は猫に関する小説ではなく犬に関する小説が取りました。それは少年と犬というまだ読んでない小説ですが、冗談はさておき、出版物のテーマやモチーフの偏りのせいで偏見やステレオタイプが増えてしまうかもしれません。例えばプシキンプレスのアダム・フロイデンハイムチャットによると、たくさんの日本の作品は変で不思議だそうです。イギリスに比べて変という意味ですね。でもその意味を読むと、それは限られている英訳された小説からの印象ではないかと思わざるを得ません。社会問題、ローマンス、ホラーなどのいろいろなジャンルを書く日本人作家は、文学的ライトノベル、大げさのユーモアのいろいろな書き方で小説を書いています。このようなテーマや書き方は変や不思議ではないでしょう。日本の小説の人気の増加が将来続いていったら嬉しいんです。出版社が自信を持って普段のテーマより深く
検索してイギリス人が持っている日本のイメージと違う小説を出版したら絶対売れると信じています。出版される本のテーマの多様性はもう始まりつつあるかもしれないと思います。ピアノコンクールを舞台にしたオンダリックのミツバチと遠雷や、実証作成をテーマにした三浦紫音の船を編むなどが英訳されました。イギリス人がよく知らない在日韓国人は、モーゲン・ジャイルズが2023年に翻訳したユーミリの8月の発展を通してもっと詳しく知ることができるようになります。最後に、本の虫として一つのことを願っております。英訳される日本文学の多様性が広がるのに伴い、日本の小説を読むイギリス人も増えていくことです。そうなれば2005年の私も喜ぶはずだと思います。ご清聴ありがとうございます。本の虫のミリアムさん、ありがとうございました。宴会のことまで気にしていただき本当にありがとうございます。今終わりましたが、今の気持ちを日本語で一言言うとしたら、どんな言葉が浮かんできますか？一言、はい、今の気持ち、yes. 怖いんです怖いみんなの前に立って発表するのはとても怖かった。怖かったんです。ありがとうございます。手が震えてますそもそも日本語を学ぼうと思ったのはどんな理由ですか？いや、いつもこの質問聞かれると、まあ私の回答はとても恥ずかしい思いますが、11歳の時すごいポケモンとかセーラームーンが好きで、あの魔法のポケモンセーラームーンの国に行きたいと思って、その国の言語を習うことにしました。じゃあそんな中で日本語を話せて感動したことは何ですか？感動したこと、全く日本語がわからないと会えない日本人友達のことです。例えば、ずっと一緒に大分県で遊んだりした日本人友達の結婚式にいた時、まあ私日本語を勉強しなかったらあの子と全く会えない、コミュニケーションもできないと思って、ちょっと感動しまして、ちょっと泣きまして本の虫だけじゃなくて泣き虫という評判がつけられました。本の虫と泣き虫のミリアムさん、ありがとうございました。そう、虫怖いけどあ、虫のミリアムさん、ありがとうございますちょうど私もですね、この日本、イギリスの中で日本の小説翻訳本がすごく人気があるっていうのを記事としてテーマで今年もうちょっと先に取り上げたことがあるんですけど、本当驚きます。やっぱりイギリス人の人が村上春樹とか著名な作家以外 の日本人でもそんなに知らないような作家さんの名前も普通に口にされたりするのが結構本当驚きでもありました。でミリアムさんのような本の虫の方がやっぱり広げてくれてるんだなと思って感謝してます。で日本のね小説がすごくこう人気だという割に、日本がノーベル文学賞をなかなか日本人取れないのって、これなんででしょうね。そうですね、まあ、実は私大学を卒業したら、まあ、大学を卒業して以来恥ずかしいんですけれども、あんまり文学的な小説を読んでなくて、ファンタジーとかもっと読みやすい小説を読んで、絶対ノーベル賞あっての小説ではない本をほとんど読んでいますが、まあ、日本はノーベル賞は誰でしたっけ、昔買ったのちょっと村上春樹のことが好きじゃないっていうなんか作家の名前忘れてしまいましたが、ありがとうございます。でも日本の文学は世界中にすごい評判されていて、どうしてノーベル賞は最近勝てないだろうね。まあさっき言ったエキセントリックな猫の小説は絶対に勝てないと思います。村上春樹も私日本語で読んだことはないんですけれども、高校の時読んでた頃
その時入学大学入学のために勉強してて、その大学の先生たちはね、村上春樹の話は嫌だとか、いつも、入学面談に行く子は村上についてばっかり話してしまうといつも口をしてました。で、多分人気のあるだからノーベル賞勝つ率は少ないなと思って、ノーベル賞は普通はあんまり人気のない、ちょっと分かりにくい私たちみたいな入学を目指している高校生が読まない作家の方が成功率が高いなと思いますが、ノーベル賞だけが、ね、評価の基準ではないと思うので、本当その通りだと思います。で、イギリスの、日本の小説の文化が割と若い世代で広がっているのかなと思うんですけど、その背景には何があると思いますか？もちろん皆様がご存知の通り、クールジャパンの影響がまだ強く影響を与えていると思います。日本は行きたい国、かっこいい国としての評判は特に若者にとって強くありますので、もちろん何かに興味を持ったらその国に関する本とか、その国の作家が書いた小説などを読みたくなって、で、私はこの発表の、研究をした時は、SNS は非常にBookTok などの私はもう30年代だからよくわからないんですけれども、若者の TikTok ですが、 TikTok のおかげで可愛い表紙の日本の小説の口コミを通して、若者の読む率が増えてきました。だからやっぱり多分今は若者の方が日本小説を読んでますが、昨日私の姉が、ミリー今から風呂に入ってバター読んでるよってっていう SNS、 SNS じゃなくてメールが来まして、で、お姉さんは私より年上だから若者とは言えないんです。日本語わからないので大丈夫、言うのは大丈夫ですから、ちょっと年上の方も日本文学まだ読み続けています。長い返信すみませんでした。ありがとうございました。